って、あ、憲法座に来てなくて、これでいいんや。13時28分、あと20分になるか。もうちょいブラブラするか。あの奥何が出てんの？あ、池屋か。ああ。いやー、飲み物買っとこうかな。そっか、池屋が近いのか。なるほどねー。あ、自販機でもこれ安い自販機やないな。大阪でね、なんか正規の価格の自販機やと余計損した気分になるのはなんででしょうね。150円やもんな。もう一踏ん張りいけそうか。ちょっと見てみようか。大都会前。いや、ここバスで4分になってるな。おかしいな。多分やばいね。よし。分かってきたぞ。これはね、これは、おとなしく、ここでバスを待った方が良さそうだ。私たちね、バカじゃないんです。大体ね、そういうね、危険予知はできますからね。ちょっと、喉だけ潤ばして。まあね、今ちょっと地図を確認してみましたけどね。まあ、やっぱし、普通なら、環状線で、行った方が一駅か一駅で行けるんで、全然、早く行けますよね。まあでも、こっちの方のもね、いろいろと見れますし。多分、あのまま駅からすぐに乗って、行っとればこんなにもかかってないはずですからね。あとあれですね、乗り換えするときは、この南公園か三丁目、あたりで乗り換えをしとくと便利ですね。終点まで行くと結構さっきも時間は、あと、15分とかっていう感じだったで、あんなにピストリストで来るんでね。そこら辺は、ちょっと気をつけとけばいいのかなという感じですね。ひとまず、ラストを待ちましょう。ちなみに、すごくわかりやすい。海岸通りって名前なんですね。歌詞でよく出てくる名前だけど、正式な通りの名称として、ね、よく歌の歌詞とかにも出てきますけどね、海岸通り。駆け抜けてみたいな感じの曲ね、よくありますけど、本当に海岸通りって名前だけのところって珍しいよな。ちょっと心の中でもう IKEA で休んで帰ろうっていう気分になってるけど、まあダメ。一応大阪こうか端っこの駅なのか、あれこっからとかコスモスクエアかどっか行かないといけないのか。まだまだ大変だ。まあまだ20分ありますからね。のんびり待って、行きたいと思います。しかし、あれですね。こっちの方に来るやつってなると、急に、ヘクタがそうですね。こっちまで本、さっきから目の前を、何本も、左に曲がってってバスは、あれど、こっちに曲がってくるかもしれない。今より1本来ませんけどね。南波行きの方が先に来るんですね。お、これか。来た。これっていいな。これか、天保山。これでいいみたいですね。よし。